意味がわかると怖い話、赤ちゃんの言葉です。それではどうぞ。ある日、平穏な家庭に赤ちゃんが一人生まれました。その赤ちゃんは驚いたことに、生まれたばかりですぐに言葉を発したのです。第一声は、おじいちゃんでした。おじいちゃんはひどく喜び、涙を流したそうです。ところが次の日、おじいちゃんは死んでしまいました。赤ちゃんはまた、言葉を発しました。お母さんと、そして次の日には、お母さんが息を引き取りました。お父さんは震え上がりました。どうすればいいんだろう。悩みに悩みました。一時は子供を殺すことまで考えましたが、さすがにそれはできませんでした。そして、ついに赤ちゃんは言いました。お父さんと、お父さんは反狂乱になりました。次の日、隣のおじさんが死にました。それでは解説です。赤ちゃんが呼んだ人は翌日死んでしまう。本当の父親がわかりましたか？それではまた。